群馬県立図書館は、群馬県前橋市日吉町1-9-1に、群馬県が設置している公共図書館、群馬県の中央図書館としての役割を持つ。エントランス、群馬県の中央図書館としての役割を持ち、群馬県内の公共図書館、公民館図書室や大学図書室を結ぶ図書館情報ネットワークの管理を行っている。 海外の新聞や雑誌など書籍以外の蔵書もある。新聞一覧には英語、中国語、韓国語、ポルトガル語などもある。雑誌一覧には英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語、ポルトガル語もある。設立は1953年4月1日。その背景には1950年の図書館法、制定に伴う。 県立図書館設置要求の高まりがある。1951年秋には2台の自動車により、全県を回る移動図書館宮間号が創設され、これが県立図書館の始まりとなった。この宮間号は本館新設後から現在まで図書化し出しを継続している。1953年、本館が前橋市上等町に設立。1978年7月、 手狭になったため、同市日吉町駅を4倍近く拡張して移転した。1994年には図書館情報提供システムが稼働し、翌年に都道府県立図書館ネットワークへ参加する。2002年、全国図書館大会の群馬大会も開催されている。群馬県立図書館が管理する群馬県内図書館連携ネットワークに参加している図書館の一覧である。 ありがとうございます。